ガンダム君よ走れ、まだ怒り見えん。着きました、ガンダム。こんにちは。こんにちは。こんにちは。あ、見させていただいていいですか。見させていただいていいですか。あれ、床屋さんじゃなかったんですか。床屋さんじゃなかったんです。床屋なんだけど。今変わったんですか。いや、変わるだけじゃない。いつも残ってる。あ、そうなんですか。すごいな。自分で作られたんですか。そうですか。すごいわ。ガンダムです。シャーザク、ジオング、ファーストガンダム。私はファーストガンダム世代なんで、めちゃめちゃ感動しますね。でかっ。お、ドム。あ、ガンダム、これアイアンマン。マリオ、エルメス。これは多分グフになるやつかな。なんと、残酷な天使の鉄。エヴァンゲリオン、エヴァ初号機です。すげえな、これ大きさがね。先ほどの方があの作ったっていうことなんですけど、これ大きさがすごいんですよね。バグタラと比較してみてわかると思うんですけど、こんな感じです。めちゃめちゃでかいです。向こうにもこれはコングですね。コング、これはなんだっけ、車がロボットになるやつですね。アメリカンムービー、名前忘れました。おお、あっ、かい。すげえな。今作ってるの途中。あ、本当ですか。今作り途中なのを見せていただけます。おお、これは何になるやつですか。この足、これ、ね、あ、ドム、うん、あれゲルググっぽいですね。ググ、はー、発泡スチロールなんですか。そうすげえわ。いやなるほど、うん、おきれいに鳴らして、はい、そして塗装する。ここあれですよね、ここ大変ですよね、曲面にこう曲がって、この微妙な、うん、モビルスーツの微妙な曲がり具合が、
すげえ。これ一体作るのに、まあそれぞれあれなんでしょう、うん、期間どれくらいかかるんですか。半年ぐらい。でしょうね。これ大変だ。爪変わってる。一番大変だったのって時間かかったのってどうですか。ね、あのそこにある金色の紙を貼ったやつ。赤月っていう。赤月。おお。シナンジュとか。はい。すごい。ビエヴァ初号機。これもう1年かかってる。これかね。これはかかりますよね。大変。まずデカさがすごいですよね。デカさがわかるかな、これ。170。ありがとうございます。ありがとうございます。中に入れるんですか。ガンダムの顔の中に入れるらしいです。あ、本当だ。おお。おお。宇宙にいるみたいですね。巡り合い空ってやつですね。プラネタリウム。プラネタリウム。イメージね。すっごいわ。いや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 。すごい。ありがとうございます。すごい細かい。すげえ。今のはこのガンダムの顔の中です。いやいやいや。ちょっとこれと写真。もう時が経ってちょっと色が落ちてきたんで、そうそうそう、これもう20年経つんだね。あ、そうなんですか。作り始め最初のスタート、ええ、で今今年11月に取材が来るって、はい、あ、そうなんですか。今日は、うん、で少し微妙です、うん、ここに来て。すごい。松本工業で若い何人かが来て、はいはい、この色を塗り手伝って。あ、そうなんですか。今は絶対真っ白にしといて、はい、色付きでもらおうかなと思って、1時間か2時間ぐらい、うん、でこう完成させるって手順で、あ、うん、塗ってるところを撮影して。11月に、あ、もう来月ですね。全体を真っ白に。いやいや、楽しみですね。うん、すごいな。緻密さがすごいですよね。あ、貴重なものありがとうございます。楽しんでください。はい、ありがとうございます。はい、いやー、すごいわ。